下町のナポレオン。中にはやってんだよね。で、というわけで、自分はコーヒーでね。コーヒー。ゆさんガチャで。俺がコーヒーだったらいいな、ほんとな。どうも。ありがとうございます。あ、いつなんですか？はい。まだ。大丈夫？はい。まだ。いやー、花火ですね。今の時間は朝7時16分。ここは千葉県習志野市にある八津干潟公園です。結構桜綺麗に咲いてますね。じゃあこちら出前を取って、はい、これね、今実際桜全然見えてないですけど、ね、もう真逆だからね。真逆、これ一番端で撮ってますね。花が綺麗ですね。実際何も見えてないけどね。実際見えてるのは何かっていうと、こういう状態でチャリですね、うん、チャリの上に置いたカメラ。まあ、実際見えてるのはこうやってカメラ、チャリで、チャリの上に置いたカメラで、保育園ですね。保育園、こういう感じになってますね。桜がこっちにあって、桜がこっちにいっぱいありますにもかかわらず保育園を見ながら2人で飲んでます。マリーンズルーム、マリーンズルーム行きたいですね。いや、これかなりあれですよ、うん、不思議な感じですよ、自分の。あの？だって、なんで？だって、桜見に来てて、桜見てないから、桜向こうには綺麗に咲いてるけど、これ咲いてないからね。桜ないですからね。幼稚園しかないから。幼稚園しかないから毎日通勤とかで歩いてるじゃないですか。僕、駅すぐそこなんで、八つ駅ですぐそこじゃないですか。歩いてる人いてこれ何やってんだ。一人ずつで、一人私服で。あいつがなんで手が重くなった、ね、最後ちょっと桜見ましょうか。桜ね、そっちだと甘いにもね。こっちに何しに来たんだか分かんない。座ってるわ。これ何しに来たんだか分かんないですかね。ガラスを踏みつけて、なんか足にすっげえ刺さってるみたいな。やばい。ちょっと高いじゃない。いや、今日ちょっと焼酎少なかったですね。うん。ゆうさん、でもゆうさん一人で半分ぐらい、うん、ここ、うん、だね。で、だいたい7時から始めて9時終わりで、まあ、飲み放題2時間だよね、はい、そうですね。ね、本当に自分はちょっと朝だったんで、ちょっと、うん、お酒は一滴も飲まなかったんですけど、うん、俺だけ飲まされましたね、7時からすいませんでした、本当に。ちょっと回ってみましょうか。桜も見れたからね、うん、いやでもなかなか楽しかったですよ。場所取りしますね。